あれそんなどれぐらい押してるんですか。なんかやばそうなんだ、やばそうなんだ。2時間押してる。何でそんなにそんなことになってるの。渋滞ですね。渋滞で あら確かに。まあ何やったっつったって、ね、あと浜田君のせいだよ。そう、浜田はなかなか入国できなかったのと、なんでできなかったの。浜田顔面がやばそうじゃん。俺も引っかかったのよ、軽く。顔面がだからやばい。顔面なんだろうね。俺は結構軽めで逃げられたけど。でもさっき飯食い終わった後一緒にタバコ吸ってたんだけどさ、これがロサンゼルスかってつぶやいてたでしょ。どういうこと。これがロサンゼルス。 TBS ラジオ行ったじゃないですか、僕ら。その時こいつグアム来てないから、うん、宮崎さんを初めて見たんですよ。ああ。宮崎さん見て緊張しちゃって、うん、バナナマンの浜田ですって。おかしいだろ。俺はバナナの浜田。バナナマンは俺らだから。バナナマンの浜田です。バナナマンの浜田です。バナナマンの浜田ですって。面白いね。まさかこんなに渋滞するとはね。本当だよね。いやだってこれ取れ高的にはかなりちょっと今のところね心配になってきてる。あの宮本が、あの宮本が心配してしだしてた。そうか、心配面なんか見せなかったのにね今まで。うん、取れないさっきこの車の移動もさ大半はささっきナレーション撮りで使っちゃったんですよ。取れ高か。ゲームしますか。ゲームしましょうか、うん、使えるゲームね。うん、じゃあしりとりやってみる。ただのしりとりだと多分もうあれだから、うん、ロサンゼルスしりとりする。ロサンゼルスしりとりね。早くロサンゼルスにした人が勝ちっていう。あーオッケー、うん、一人でやるってことですね。で二人でやるね。じゃあもう一回いくよ、うん、アメリカ、カラス、つぶた、た、いやこれ待って難しくない？これどういうルールやすい。どういうルールなんですか。ロサンゼルスを言った人が勝ちなの。じゃあローを渡してもいいってことでしょ。そうそうそう。今何つったっけ。つぶたタール、タール、ルイジアナ、あーアリゾナ、ルイジアナよ。ルイジアナ、ナか。納豆、梅干し、白、ロウソク。あれ逃した。そう、残しやがった。ヒヒヒ、あいつは逃してる。ロサンゼルスチャンスだったのに。ロウソク、クママロ、ロマン。あー運がついて負けた。運がついた。いやいや楽しいね、ロサンゼルスしりとり。ロサンゼルスじゃねえよ。ロサンゼルスしりとりやってないじゃん。ロマンじゃないよ。負けたよ。面白いですね、ロサンゼルスね。え面白い。渋滞でぶっちゃけやろうとしたロケ3つできてないですよ。あらどうします。大幅に予定変更じゃん、うん、でも大丈夫ですよ。あのロスアンジェルスしりとりやったから。心配しなさんなってしりとりがあってるから。うん、まずいね今これ。ごめんなさい、どこに向かってるんですかこれは。ハリウッド。いやもうじゃない。でもあれジャンプしたっけ。これ何かしてる。どっからしたかな。どっからかジャンプですね。からジャンプ入ってるから、はい、ついた、はい、ここがここが、いわゆるこうハリウッドのメインの通り。すいません、ご
ごめんなさい、すいません。すいません、ごめんなさい。ずわ、悔しいな。すいません。忘れてたわ。忘れてたわ。ずり、ずり。日村さん、スーツ売ってるよ。え？スーツ。俺スーツ買わないから大丈夫。いや、日村さん。俺スーツ買わないからね。スーツ欲しいって言ったんで。俺スーツ買わない。はい、どうかよ。ちょ、待って。しかも、日村さん。スーツ買わねえよ。みんな、クレイジーすぎるんだよ。バナナBB 使うのかよ使うの思ってんの。え、そう本当にスーツ買うと思ってなかった。じゃこれでいいんじゃない。かっこいい。じゃあもうなんだこれ、なんだこれ。白いスーツ。ちょっとマフィア映画出てくるからさ、こうなっちゃう。これもぴったりだよ。合ってる、合ってる。1、2、3、5個もいらねえだろこれ。はいはい、はい。ソフトボールなの。おかしいと思われる。